皆さんこんにちは、チャックバスです。ちょっとね、取り急ぎ、動画を撮らせていただいて、拙い動画になってしまうかもしれないんですけども、緊急ポイントサイト案件ということで、本日ね、動画を撮っていきたいと思うんですけども、ポイントサイトね、の案件となっておりまして、今日ね、1月の、26日ということで、今日で終わります、この案件。で、次ね、いつ出れてくるかはちょっとわからないんですよね。前になるんですけども、今日のね、この案件は、セゾン、アメリカンエクスプレスのクレジットカード案件なんですけども、夏にね、昨年の夏ぐらいに、セゾンアメックスプラチナビジネスクレジットカードで、まあ、結構お祭り案件になったんですよね。まあ、非常に、まあ、ポイントが高い案件になったんですけども、その時も、週末だけポイントがね、一気にガツッと上がったんですよね。うん。で、本当に、平日は全然上がんないんですけども、週末になると一気にドカンで上がるみたいな感じで、本当にそんな感じでね、今回紹介するクレジットカードもそんな感じで、今回紹介するクレジットカードは、セゾンアメックス、コバルトビジネスカードっていう、セゾンカードのね、新しいアメリカンエクスプレスのビジネスカードなんですけども、まあ、大前提でしといていただきたいのは、まあ、今日ね、出てる案件は、2万8000円分のポイントなんですよね。で、これが、まあ、来週、再来週、まあ、1ヶ月ぐらいね、まあ、ちょっとね、どうなっていくか正直わからないんですよね。まあ、今日が一番のポイントが高い日かもしれなければ、来週とかね、1ヶ月後とかね、まあ、数週経った後にもっと上がるかもしれないし、下がるかもしれないんですよね。ですけども、まあ、結構ね、いい案件でしたので、今回ね、紹介していきたいなと思います。で、まあ、もう今日ね、1月のもう26日ということで、まあ、今日の12時になったら、まあ、この案件消えてしまいますんで、もしね、利用したいなと思う方はね、まあ、できるだけ早くね、発行を検討していただいて、まあ、決断していただけたらなと思います。まずね、ポイントサイトなんですけども、ポイントサイト EC ナビで、2万8000円分のポイントというふうになっております。条件がですね、見ていきますね。条件が、利用、発行後、2020年3月末までに、30万円の利用ということになっております。ということなんで、まあ、今1月なんで、まあ、2ヶ月でだいたい30万円をね、まあ、利用すると、ポイント付与対象というふうになります。まあ、私、個人的見解なんですけども、昨年のセゾンアメックスプラチナビジネスの時の案件は、だいたい50万円の利用で、5万7000分のポイントが付与ということで、まあ、私も、まあ、無事ポイントもらえたわけなんですけども、50万円いくまでにね、ポイントもらえましたんで、こんなこと言ったらあれかもしれないですけども、まあ、そういうこともあんのかもしれないですね。うん。っていうのは頭入れといていただけたらなと思います。一応ね、2020年の3月末までに、30万円の利用っていう風になっております。でね、この案件なんですけども、ポイントサイト EC ナビのスマートフォンのサイトありますよね。まあ、そちらだと、セゾンコバルトで検索するとすぐ出てくるんですけども、結構ね、案件自体が、この2万8000円分のポイントもらえる以外のね、案件もちょこちょこ出てるんですよね。発行だけとかね、まあ、ポイント少ないんですけども、そういう案件もありますんで、まあ、ちょっとね、気をつけていただくのと、PC サイトだとこれね、なんかしないけど出てこないんですよね。まあ、ちょっと出し方があるのかもしれないですけども、セゾンコバルトで検索しても、PC サイトの EC ナビって出てこないんですよね。ですので、まあスマートフォンのね、EC ナビのサイトで、まあ、案件ね、利用するようにしてください。で、次にですね、このセゾンコバルト、ビジネスカードなんですけども、まあ、これね、こんなクレジットカードありましたかって感じですよね。これね、新しくできたクレジットカードなんですよね。まあ、昨年の、12月末ぐらいね、新しくこのセゾンとアメックスがね、で出したクレジットカードとなっておりまして、まあ、名前が、セゾンコバルトビジネスアメリカンエクスプレスカードということで、年会費が、初年度から1000円。まあ、安いですよね。どのね、ランクのクレジットカードなのかは、ちょっとよくわかんないんですよね。うん。まあ、多分1000円ってことなんで、多分一般カードだと思うんですけども、まあ、ちょっとね、わかんないですね。うん。セゾンコバルトビジネスアメリカン、うん。まあ、おそらく、一般カードだと思われるんですけども、で、今ね、クレジットカード側でね、まあ、キャンペーンをやっていて、今ね、最大 10% の還元。で、消費者、
還元事情から利用するとさらに 5% 還元ということで、キャッシュレス消費者還元事業者であれば、まあ、最大 15% までね、まあ、ポイントがもらえるみたいなキャンペーンもやっております。で、限定特典で1月の末までに発行すると2000分のポイントがねもらえるっていうキャンペーンがやっております。で、まあ、こちら、ね、セゾンコバルトビジネスクレジットカードという風になってますんで、まあ、貯まるポイントは永久不滅ポイントっていう風になります。でですね、まあ、今回のこのクレジットカードなんですけども、まあ、私は元旦2日だったかな、まあ、出させていただいたんですけども、まあ、会社員の方でもねビジネスカードって発行できるって知ってますかっていう動画を出させていただいて、まあ、そこでも話したんですけども、発行できますんでで、今回のこのセゾン、コバルトビジネスクレジットカードも、申し込みはインターネットで完結、さらに、必要なのは、ご本人様の、確認資料のみということなんで、まあ、登記簿証本とかね決算書とかいりませんのでね、まあ、これも公式サイトに書いてあることなんで、まあ、誰でも発行できますので、まあ、これからね、2020年3月末までにね、30万円利用するっていうのがね、予定がある方は、まあ、ぜひ積極的に狙っていただきたいなと思います。まあ、これ30万円利用すれば、まあ、2万8000分のポイントは戻ってきますんで、まあ、もちろんそのポイントはね現金で受け取ることもできますんで、まあ、30万円の決済が、まあ、2万8000分ね、まあ、割引されてみたいなね、実質割引みたいなのね、まあ、受けることもできます。で、次にですね、このセゾン、コバルトビジネスカードなんですけども、まあ、家族カードはね、家族カードじゃない、追加カードっていうね、風な形で4枚までね、発行することができます。っていうことで、しかも4枚。で、こちらね、年会費かかんないんですよね。ですので、家族の方、いられる方はね、まあ、家族カードみたいな感じで、まあ、利用することもできます。まあ、これ、年会費がかかんないのね、とてもいいですよね。で、さらに、永久不滅ポイントがね、4倍になるお店があります。このセゾンコバルト、ビジネスカードですね。で、決済すると、ポイントが4倍になるっていう店舗がありまして、ちょっとね、画像出しておきますけども、AWSX サーバー、お名前 .com、等々ありますよね。まあ、こちらね、ブログとか、まあ、そういうのをやってる方はね、結構知ってると思うんですけども、まあ、この X サーバーっていうのは、まあ、結構有名な、まあ、レンタルサーバーの会社なんですけども、私みたいにね、ブログを運営していると、サーバーをね、契約して、まあ、利用するわけなんですけども、まあ、こういうところで支払うと、ポイントが4倍。で、まあ、このお名前 .com っていうのは、まあ、私のね、ブログ見ていただければわかると思うんですけども、まあ、URL が、チャックバス .net っていう、まあ、ドメインっていうものなんですよね。うん。まあ、これを、このお名前 .com で私もね、購入して、まあ、利用させていただいてるんですけども、まあ、こういうところでね、利用すると、まあ、ポイントが4倍っていう風な、サービスがね、あります。まあ、ちょっとね、これ面白いサービスだなと思いますよね。うん。まあ、ブログとかね、やってる方は絶対このサーバーとかね、ドメインとかは絶対契約しなきゃいけないものなんで、まあ、そういうのをね、まあ、利用してる方は、まあ、いいんじゃないですかね。まあ、永久不滅ポイントが4倍で貯まりますからね。まあ、何個かね、ブログを運営してるとかね、まあ、すごいたくさんのブログをね、運営してるみたいな人はね、これはすごいいいサービスなんじゃないかなと思います。いかがだったでしょうか？ちょっとね、ドタバタした感じで、動画撮らせていただいてしまったんですけども、本日でね、この案件一度終わってしまいますんで、まあ、これがね、ポイント、今2万8000円分のポイントですけども、まあ、これがね、上がるか下がるか正直全然わかんないんで、まあ、私個人的にはね、狙ってっていただきたいなと思うんですよね。これがもし来週とかね、ポイント上がんなかったらやっぱり残念じゃないですか。まあ、私、もう利用したいんですけども、ちょっと1月ね、もう、2枚、クレジットカード発行してるんで、ちょっとね、私はね、来週以降にかけたいなと思ってるんですけども、もしね、クレジットカード今月発行してないよみたいな方はね、まあ、2ヶ月で、まあ、30万円分の利用がある方はね、まあ、ぜひ積極的に狙っていただきたいなと思っております。今回の動画はね、ちょっと簡単にはなってしまったんですけども、ポイントサイトはね、緊急案件ということで、セゾンコバルト、アメリカンエクスプレスカードですね、紹介させていただきました。この動画役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけると、とても嬉しいです。それではね、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。